東側西側増子ヶ谷水道とは、東京都豊島区の池袋駅北端に接する、歩行者専用トンネル、鉄道橋で、愛称は、ウィーロード、ウィーロード。鉄道橋としての名称は、増子ヶ谷ガードである。東口北側のパルコ前と、北口周辺を結んでいて、開通は1925年。古くから増子ヶ谷、池袋、板橋塾を結んでいた。 増司ヶ谷道の途中にあるために、増司ヶ谷水道と命名された。1986年2月に改修され、愛称文字元商店街振興組合の協力により、この時に命名された。上部の鉄道は、東武東上本線と東日本旅客鉄道の山手線、埼京線、湘南新宿ラインが通っている。その下部トンネルは、長さ77メートル。 幅3.6メートル、高さ2.1メートル。豊島区の中核である池袋は、池袋駅の東西連絡路が少ない。特に自転車利用者にとって、駅南のビックリガードと並び、池袋駅の北口、西口と東口とを結ぶ重要な連絡通路となっている。歩行者専用通路であるが、実際には、乗用車の通行が可能な福音とスロープを備えている。 災害時等の緊急車両通過を想定したとも見られるが高さが2メートル程度しかないため消防車はもちろん救急車も利用できない内部はタイル張りで入り口上に相性のトンネル中ほどに水道名のプレートが設置されている他西側には壁画も描かれており公衆便所も整備されている東口側にはパルコ地下の出入り口が連絡していて 区営駐輪場が設置されている。歩道の排水と照明は区が管理している。昼夜を問わず、人の往来が非常に多く、大道芸人、ストリートミュージシャンの演芸も見られると、単なる通路ではない名所となっている。老朽化による水漏れが生じるとして、イメージが良くないこともあり、1日平均の通行人数のうち、女性は平日では23%に止まる。 豊島区は約3億6000万円を投じて改修に着手。天井がや自転車からの降車を促す、車止めの設置、監視カメラの増設、滑りにくい路面の採用等を進めている。かつてはションベガードとも呼ばれていた。1985年に改修工事が行われ、ウイロードと名付けられた。2017年に改修事業が始まり、 区川から上田志保に当初、壁面の作品の制作が依頼されたが、上田は壁面に直接に描きたいと申し出て、再生プロジェクト、千万の魂を呼び覚ます。色のすることから、ツアーオブ・ウィーロードが始動した。2018年3月8日に、池袋駅前、仮設アトリエで、天井パネル描画制作が開始され、5月31日に、天井パネルが45枚が完成し、 7月からは天井、壁面への直接描画が始まっている。公開制作は月曜日から土曜日、9時から17時頃、11月中旬頃までの予定。ありがとうございます。